ニュースポスト7です。政界進出の可能性です。異次元の少子化対策の実現に向けて新設された子ども未来戦略会議の初会合に元フジテレビの中野美奈子アナが出席しました。故郷の香川県で子育てをしながらフリーアナとして活動する中野アナ、子育ての現場を知る当事者として民間委員の立場で起用されました。あるフリージャーナリストは、政界進出するのではないかと言われています。政府の有識者会議に民間委員として抜擢され、議員とパイプができて口説かれて政界入りするのは黄金ルートですとコメントしています。ニュースポスト7。